今日は一体どうしたんだ？俺様、キラキラしたもの大嫌い。キラキラプリキュアラモードのみんなみたいにキラキラしてて眩しいの大嫌いなんだ。だけどみんなはお菓子を作ってくれるんだよ。俺様にお菓子おくれ。お菓子ですか。今は材料が切れててお菓子を作ることができません。残念。また今度ね。またいつか美味しいチョコレート作ってあげるよ。いやだいやだ。俺様、今甘いお菓子が食べたいんだ。今すぐ作ってくれよ。まあ、わがままなバイキンマンね。今すぐはちょっと無理かな。ってことで、また今度ね、バイキンマン。バイバイキン。なんだなんだ。お菓子を作れないプリキュアなんて、ただのキラッキラの塊じゃないか。俺様そんなの大嫌い。嫌だ、嫌だ。あ、そうだ。キラキラしてるの大嫌いだから、プリキュアたちをカビだらけにしちゃい。カビルンルン、いろんな色でプリキュアたちをカビだらけにしておくれ。ゾーリーゾーリー。まあ、大変。うわぁ、体がカビに包まれてく。苦しい。うわぁ、このカビすごいです。わぁ、こんなカビ初めてだわ。これは困った。私たち全員大変大変。私たち色とりどりのカビだらけになってしまったわ。これは困ったね。これじゃあもうスイーツを作ることができないよ。カビだらけでスイーツなんて作ったら絶対ダメだよね。誰か助けに来てくれないかしら。メリ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 、あれ？プリキュアたちが大変なことになってる。メリ、プリキュアたちの足がカビの中に閉じ込められちゃってる。メリ、大変メリね。あー、メリいいとこに来た。バイキンマンが私たちをカビの中に閉じ込めてしまったの。メリー、お散歩中に悪いけど、私たちのこと助けてくれないかな。こんな姿ちょっと嫌だから、早く助けてほしいわ。よし、またせる。メリー、メリーが今みんなのことをカビの中から助けてあげる。メリーよ、動画を見てるみんなも応援してね。メリー、まずは一番恥ずかしい格好をしているキュアマカロンから助けてあげる。メリー、よろしくね。メリー、キュアマカロンの足がカビの中に入っちゃってる。メリー、大変。メリー、カビをちぎり、よいしょ、足を取り出した。メリー、この足をキュアマカロンつければ、はい、これでキュアマカロン元通り。メリー、メリーありがとう。とっても助かったわ。他のみんなも助けてあげてね。わかった。メリー、次はとっ
も窮屈そうな格好してるキュアショコラを助けるミニよ。キュアショコラの足をカビの中から取り出してあげるミリ。やったー、カビの中から取り出せたミリ。体と足をくっつけて、わあ、キュアショコラ元通りミリ。ありがとうメリー、すっごく助かったよ。なんだか私の足元でパルフェが大変なことになってるみたい。パルフェのことも助けてあげてくれるかな。任せるメリー。次はパルフェの足をカビの中から取り出してあげるメリーよ。よいしょよいしょと。強力なカビミリね。スカートにくっついちゃってるミリ。わあ、カビを取り除くことができたミリよ。パルフェの体をくっつけて、やったー、パルフェも元通りミリ。ふう、助かったわミリ。カビって最悪ね。次は体がどこかに行ってしまったキュアカスタードを助けてあげて。任せるミリ。キュアカスタードを助けてあげるミリ。あ、体がここにいたミリね。足はカビに包まれちゃってるミリ。助けてあげるミリよ。それここにもカビがついてるミリね。カビを取り除いたらキュアカスタードの体をくっつけて、やったー、キュアカスタード元に戻ったミリ。メリー、ありがとうございます。バイキンマンってば、本当にひどいですよね。最後はキュアゼラートとキュアホイップを助けるミリよ。二人ともへんてこな姿になっちゃってるミリね。まずはキュアホイップから。キュアホイップも足がカビだらけ、大変ミリ。カビを取り除いて、あ、まだここにカビがついてるミリ。これでオッケーミリ。足と体をくっつけて、やったー、キュアホイップも元通りミリ。よかったー、助かった。あとはキュアジェラートだけだね。ミリ、キュアジェラートもよろしく。任せるミリ。キュアジェラートの足をカビから助けてあげるミリよ。うわぁ、青いカビだらけ。よいしょ、よいしょ。ここにもカビがあるミリね。足と体をくっつけて、ちょっと。よいしょと。やったー、キュアジェラート、また通りミリ。メリー、ありがとう。助かったー。カビだらけなんて、もうゴリゴリ。みんなもカビには十分気をつけるメリーよ。じゃあね、バイバイメリー。アソブームでは、まだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、
チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。